こんにちは、情景描写ピアニストの山地真美です。日本各地の自然や文化、歴史をテーマに作曲と演奏しています。現在、音楽と映像で日本百景を描く浮世音の作品制作を進めています。この動画シリーズ日本音話では、明日から誰かに話したくなるような日本各地の豆知識を私の情景描写音楽と一緒にお伝えしていきます。今回のテーマは広島県福山市にあります仙酔島です。それでは仙酔島について知っておくとより楽しめる3つのポイントを簡単にまとめました。1つ目のポイントです。仙酔島は中生代白亜紀の火山活動からできた島だと言われています。1億数千年前の特色ある太古の自然がそのままの姿で鮮明に残されています。仙人も酔ってしまうほど美しい島であることから、奇跡のパワースポットと言われています。2つ目のポイントです。島にたくさんあるパワースポットのうちの一つがこの五色岩です。溶岩などが風化したもので、赤、青、黄色、白、黒など5色の色を帯びた岩が重なり合っています。日本では唯一ここでしか見ることができない貴重なスポットです。また実際に浮世音でピアノを演奏していた田の浦の海岸は、美しい砂浜を素足で歩くと携帯電話などから浴びた体の中の電磁波が砂の中へ抜けて出ていくと言われています。3つ目のポイントです。仙酔島へは友の浦から乗ることができる船、平成いろは丸が唯一の交通手段となっています。この平成いろは丸というのは、幕末に活躍したあの有名な坂本龍馬率いる海援隊が乗り込んで鞆の浦の沖合で沈んだと言われるいろは丸を模したデザインになっていて、船内はとってもレトロなデザインになっています。それでは今回のテーマ仙酔島をピアノの音楽に描写していきたいと思います。今回は仙酔島の周りを囲んでいる瀬戸内海の一定の波の揺れ、これを左手の音型とリズムで表しました。また神秘的な雰囲気をイメージして、左手のみから始まっていくところにシンプルなメロディーが重なっていき、さまざまなパワーが隆起していって、まるで地底のマグマが湧き上がってくるような、そんな曲の盛り上がりを作っていきたいと思います。それでは実際にピアノを弾いてみます。
いかがでしたでしょうか。ぜひ本文のリンク先から浮世音本編の作品もご覧になってみてください。それではまた次回。